ながらの夜店やお盆縁日ステージも登場。お盆はぜひ善光寺でお過ごしください。ジャマイカの山里に根を下ろし宿を開業した日本人妻、ここでちょっと仲のいいご近所へ。え、何してるの？最初ヒヤヒヤしましたが、うちの子も同じことやりましたが慣れて笑っていました、ね、これもお国柄。なんと逆さ釣り、大丈夫なんでしょうか？この村では逆さにして伸ばしてあげると赤ちゃんは大きく育つと言われているのよ。私も看護のことをしながらいろいろその発育段階みたいなのを勉強してきたんですけど、そんなこう今までの知識がこう覆されたような感じがします。しかし教育に関しては先行きの不安も。今は子供たちもたくさんいて外で遊べる環境でいいかなと思ってるんですけど、子供が小学校に入る頃には一度家族の進路を考えなければいけないなと思ってきて、ジャマイカに来た時からそう思っています。そう、ミスワユキャンシングでしょ。花が咲くユキャンシングだった。キヨシコノの間は一旦日本に戻ろうか。心は揺れています。さて一日が終わり、工事の日当です。幸男さんの地元での評判は、彼女がここに来てから仕事ができたし、日本人が来るようになって村が豊かになりました。私たちは感謝してますよ。彼女はとてもいい人。この日の晩御飯はご主人が作ります。幸男が子供の面倒を見ているときは僕が作ることになってるんだ。手が空いている方が料理、これはジャマイカの常識です。メインは10種類のスパイスを使ったチキンの唐揚げ。ワンプレートさ、どこでも食べられるだろう。食事はそれぞれが好きな場所で食べる、これがジャマイカ流だから料理はワンプレートなんですね。さて次の日、みんな来る。いや、どこまでなんですか。カワエビとか近所の人が集まってカワエビ取り。これはなんだか面白そう。アップル受け上げ国産品。無理じゃん。するとスルスル、すごい。これがジュース代わり。ジャマイカンは喉が渇くとこういうフルーツを取って喉を潤す。酸味がいいね。ビタミンがたっぷりっていう。そうなんです。他にもトロピカルフルーツが道なりにいっぱいなっています。あ、こっからなんか本当に密林にすごい、また早いんだ、やっぱ慣れてっから。ちなみに毒蛇などの危険な動物はいません。川に着いたぞ。蛇がいそうな衣装されたい。蛇います。いや、蛇は川底の石の下、こうして水ごとザルの中へ。
あ、いる、いっぱいいる。見て見て見て。すごい、簡単に取れるんだ。どこに行っても陽気なジャマイカ人。一方、キヨちゃんは苦手のよう。ご近所さんとの共同作業、ユキオさんがすっかり溶け込んでいます。小さい頃ね、やっぱり父親に川に連れてってもらって遊んだりしたことがあったので、ここに来た時になんかすごく懐かしさを思いました。そうですよね。取ってきた川エビはスパイスをまぶして素揚げに。子供はおやつ、大人はビールのつまみに最高だそうです。オープンから1年、来てくれた日本人客は全部で50人ほど。もう少しなんとか増やそうと、ゆきおさんが夜やっているのは、そうですね、宿の方のホームページの更新をしています。これが唯一の宣伝。その時、はい、どうぞ。停電はしょっちゅう。幸男さんはまるで動じません。辺境の地で暮らす彼女には大事にしている言葉があります。やっぱり日本の父っていうのは、お前は一人の人間だから自分で決めた道を歩きなさいと、今でも心の支えにしてます。本当に優しい人でした。結婚したら夫の元で働きなさいと背中を押してくれたお父さん。3年前に亡くなりましたが、その言葉は忘れません。ゆきおさんのお母さんから、はい、手紙を、はい、長野で一人暮らしのお母さんです。今年3月そちらに行った時はとても遠く感じました。会いたい気持ちがそう思わせたのでしょう。でも行ってみると、ジャマイカの人たちの目の輝きと笑顔にとても癒されました。寂しい気持ちもありますが、家族力を合わせて頑張ってください。いや、ちょっと母も一人でいるので、あ、ね、心配したりするんですけど、母が元気でいることで安心感があるので、ずっと元気でいてもらいたいと思います、南の果てで日本人妻は心豊かに暮らしていました。この後はモンゴル、遊牧民となった頑張り屋さん。